カザネと狼男とモモイチゴの予告合体。この時間は各週金曜日に配信している私たちの番組、女子会乗りでラジオがしたいの予告番組です。6月7日金曜日の配信の中身をちょっとだけお話します。今回の配信では、花は裏切らないです。花ね、うん、花ね、ちょっといいことあったんだよこの間。どうしたん、どうしたん。あのさ、ガンダムシードの香水が出たんすよ。それ花関係ある？関係あんのよ。え、関係あんの？うん、でね、アスランっていうキャラクターがいるの、うんうん、でその恋人のカガリちゃんって女の子がいるんですよ、うんうん、でアスランの香水のね、うん、内容がシクラメンだったの。シクラメン、シクラメンの、うんうん、あんまな い, というか聞かないよね、うんうん、え、なんでアスランシクラメンなんだと思ってたの、うんうんうん、でね、うん、調べたの、うんうん、なんでだと、はいはい、したらね、うん、そのシクラメンの和名っていうのがあるんですよ、うん、ほー、うん、シクラメンはまあ外国から来た名前なんだけど、一応和名もあって、それがかがり花っていう。うわー、お前はそういうやつだよ。自分はすらちゃんとつながってるっていう。うわ、オタク大歓喜じゃない。そう、もう花言葉とか大好物なんですよ。そうよね。ね、や、意味があるそこにっていう、もう大歓喜私。うわー、え、どういう匂いっていうの。あ、それがね、すごい、私はその8種9種とか出たのかな、中では一番いい匂いだなと思ってたから、すごく日常使いしやすいフローラル系の、うんうんうん、まあ男性向け女性向け問わずな感じだった。ユニセックスな。そうそうそう。っていうのもありましてですね、そういった意味で花はいいなっていう。ちょっと言った、本編で言った内容と違うんすか。違う、あれ、まあ、違うんすか。花は花ですがね、違ったね。あ、違ったね、残念。いや、でもそういうことだよね、やっぱ、うん、花は裏切らない。ちゃんと花言葉があり、うん、意味があるっていうね、うんうんうん、いいんじゃないですか、うんうん、もうなんか育ててたりする？しないよ。なマジでしないんかい。すげえ枯らすから私。あの水わかんないんだけどさ、うん、とにかく、うん、枯らすのね、植物を私は、うん、なんかそういうさ、なんかあるよね、火の手、火の手を、うん、持ってるの、うん、でも別にずっと触り続けてるわけじゃないでしょ。全然放置、あのちょっと日に当てて、あのまあ、あ、なんていうの、そんなに当たらない、まあ一瞬だよ、当てて、うん、でまあ日当たりというかこう、うん、明るいところに置いといて、水もなんか1日1回とかで、あとなんだっけ、あの茎の先端とかちょっと切ったりとかしてさ、うん、ちゃんとお世話してんじゃん、うん、栄養剤、うん、栄養剤も入れたりさ、うんうん、してんのにさ、うん、マジで何が起こったのか分かんない、3日くらいで枯れる、うん、カビ生えて。カビ、日当たりあるのにね。そうだね。うーん、で、あ、水世話しすぎてんのかなと思って、うんうん、じゃあ水がいらないやつにしようと思って、あの、うんうん、サボテンとかにするじゃん、うんうん、枯れる。え、水あげてないんだよ。まあ、そういう、ちょっとだよ、ちょっと。土地に住んでるね、うん、植物だからさ、ほったらかしでも割とね、うん、くちゃくちゃの。え、なんでだ、なんでだ。育て方とか調べた。調べた。もう幽霊の仕業じゃん。うわ、で今の家ではいや、だからそれがあるから、うん、あんまり花には手出さないけど、うんうん、前住んでたお家だったらそうだ。あ、マジ、うん、あら、何があったんでしょう ねだから嫌なんだけど、うちのマンマは、うん、もうとにかく花咲かせる天才だから。母という生き物はなんかね、花好きだよ、うんうん、うちの母はカラスよ、うん、一緒一緒大好きだけど、うん、あれ なんでなんで枯らす、枯れるんだ、なんでだろうってなる、うん、そのお家のなんか温度とかもあんのかな、湿度とか、うん、なんかね、風ね家に来たのはことごとく短命なんだよね、うん、そうなのか、うん、まあ私はお世話しないんですけど、たださ、あのまあなんか、まあ、話しそれちゃうけど、うん、その育てるのも花はやっぱり手をかけただけ、うん、綺麗に咲いたりとかさ、うんうん、あのいっぱい増えたりとかして楽しいわけなんだけどさ、うんうん、なんか昔はこうなんつうの、花もらって嬉しいけど、うんうん、あ、お花だくらいだったものが、うんうん、なんかこう大人になってさ、うんうん、
花の良さみたいなのがさちょっと分かってきたりとかさ、うん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 、いや花が家にあるってすごい贅沢だなっていう、いやもう余裕ある人の感じだよね。あ、そうそうそう、それは彩りというかさ、一輪でもいいから花を、うん、あのたまにね、たまに買って家に飾るような生活をしたいっていつも思ってるんだけど、うん、思ってるよね、思ってるけど飾る、飾ったら枯れるからドライフラワー、ドライフラワー、わかんないわかんない、ドライフラワーはさ最高だよ。え、ね、だってもう腐んの、もうそれ以上は腐らないよ。全然いいよ、風水的にはなしって言われるよね。全然いいよ、な、死んだ花はダメとか言われるよね全然いいけどね私は。かなえ様的には花はどうですか。興味がない、興味がない、興味がないんですけど、なんかあのいただく時とかがあるじゃないですか、うんうんうん、風音の母は大好きなんですよ、うんうん、花が、うんうん、なので母が喜ぶと思って喜びます。あ、なるほど、うんうんうん、でもなんかあのおで今可愛がろうと思っただけなのに粉々になっちゃったみたいなやつ、うん、何それ何それ何それあるじゃん、今このなんかブースの中にいるみんな、うん、キョトンってなったキョトン顔だったけどまあまあさ、はい、まあでも一瞬では別に枯れないから可愛がろうと思ってさ、まあ、2日3日ぐらいはめでて、まあそれはそれはさすがに持つんだけど、でおでかわ花かわいがろうとおばかにしてるからじゃあもう出るとこ出るぞ怖いよやるよ、やらないで、嘘です、それは一言です。うちあれではあの森の中に家があるからさ、実家は、うん、あのもう雑草むしってきて家に刺す自然が身近に、そう買うとかじゃないの、ザクッそこら辺に生えてる、さ咲いてるんだ、咲いてる、もういいじゃん、マッサマッサ生えてるから、いいじゃん、そうそうそう、森に入って花摘んできて家に飾ってたり、森があるの、森あるよ、いいねあのさ、あそう森で思い出した、うん、ほらよくさパワースポットとかって呼ばれるさ、うんうん、とこにさ、うん、ご神木とかさ、うんうんうん、この木がパワースポットですとかさ、ね、うんうん、この木を触るといいことがありますって、うんうん、あれダメなんだってね、あ木触るなんてね言われるよね、うん、へ、なんか人の手のが熱いから火傷しちゃうんだって木が、うん、でペタペタ触りまくるとね、うん、だんだんなんかこの寿命というか弱っていっちゃうから、あのなるべく触んないようにっていうのを思い出して、だからもしかしたら私世話しすぎたのかもしれないね、花をね、そんな触って、毎日毎日さやっぱこうなんかちょこちょこっとなんか出したり入れたりさ、うん、手間をかけすぎちゃっていた、ね、手間暇を、そうかもしれない、うん、どのぐらい放っておいていいのか全然わかんないんだよね。一回、あでも YouTube とか上がってるんじゃない、花の世話な、そう切った花の世話の仕方、切り花の世話な、うん、砂糖入れるんだか何なんだか、ありましたね砂糖、うん、砂糖は効くよ、砂糖水みたいな、じゃあ私たちがおばあちゃんになったらお花の番組やろえ今日の花お花を、今日はこんなお花をスタジオにご用意しましたよ、朝顔ですよ、これ先月ね種をまいてねこんなに咲いたのかわいいさあ番組が聞きたくなったあなたは温泉プレミアムで配信中の女子会なリレーラジオがしたよ、チェックしてください